前回の国際画像機器展でも紹介させていただきましたが、当初の予定通りビズワイヤーシリーズの量産販売を開始しております。このハイパーアポシリーズは400から1700ナノメーターという非常に広い波長域でもアポクロマートデザインを実現しており、ハイパースペクトラルイメージやマルチスペクトラルイメージングに使用できるようになっております。こちらは実際ハイパーアポのレンズを使ったデモ映像になります。この分光システムでは可視光から近赤外まで照射する波長を切り替えてますが、それぞれどの波長でもフォーカスがずれない、ピントがボケない映像が撮れております。一方、それに対してこちらは従来の通常の可視光用のレンズでの映像になります。可視光にて最初ピントは合った映像ですが、波長を切り替えていくとピントはずれていってしまうことがお分かりになると思います。実際に比較されると大きな違いがあります。また今回開発したビズワイヤーシリーズでは、色収差を完全に補正しているハイパーアポシリーズの他に、お求めやすい価格のライトシリーズもご用意をしております。こちらはスワイヤー反射式ズームレンズであり、オートフォーカス機能を追加したものを開発中です。この度の画像センシング展では、前回の国際画像機器展でも出展させていただきましたレンズコネクト、こちらがですね、いよいよこの秋の量産開始を予定しておりまして、今回もデモ実演をさせていただいております。こちらは精密部品の外観検査用途を想定したデモです。レンズコネクトによりピント位置を変化させ、基板上の高さの異なる位置を撮影しております。回転テーブルに載せているのは次世代の ITS 交通監視用途を想定した 1.1 インチの高画素カメラに対応する最新のバリフォーカルレンズです。こちらは自動倉庫など物流用途を想定し、レンズコネクトによりピント位置の異なるバーコードを撮影しております。これらレンズコネクトは USB2.0 で電源供給し、どなたでも簡単に、かつ極めて高い精度でレンズの倍率、ピント、絞りを可変できます。このレンズコネクトのシンプルな機能は、今後ますますの普及が見込まれるエンベデッドビジョンカメラとのマッチングも大変良いものです。そこで今回は、ご覧のようなジェットソンに接続したデモをはじめ、ラズベリーパイや Google コーラルにも接続し展示させていただきました。今回ご案内しましたビズワイヤーシリーズやレンズコネクトについての詳細は概要欄に記載の連絡先までお問い合わせください。